リブプングライセンスは、リブプングライブラリーの反布条件として定義された、パーミッシブライセンスである。リブプングライセンスは1996年、ザリブライセンスより派生したライセンスである。しかし、ザリブライセンス自体とは異なるにもかかわらず少なくとも、ザリブライセンスやザリブ、リブプングライセンスなるものを含む、様々なライセンスと、実質的に同一視されている。 オープンソースイニシアティブのようなオープンソースフリーソフトウェアライセンスの標準化団体は現在ザリブ・リブプングライセンスとしている。リブプングライセンスはザリブライセンスと比較して統一コンピュータ情報取引法との互換性を図る条項のみが加えられており、この点ではっきりと異なっている。この条項は開発者が在住している。 アメリカ合衆国メリーランド州にてしたが施行された2000年頃に加えられている。この後に OSI によりオープンソースライセンスとしての承認を受けているが、このライセンスに対する2011年現在の OSI の認識について疑問の声が上がっている。詳しくは、リブ文具及び本ライセンスの現地作者の一人で、現在のメンテナである。 クレンランダパーソンの以下の発言を見よ。ありがとうございます。